中世スペイン語による我がシットの歌の1ページ中世スペイン語はおよそ10世紀から15世紀の遅くまでイベリア半島で話されていたカスティーリャ語の編集の総称でより明確にすると現代のスペイン語の元となった言語であり視察音の再調整が起きる前のスペイン語である中世スペイン語による文学でよく知られた最初の作品は我がシットの歌である この作品は12世紀の終わり頃か13世紀の初め頃に書かれたものであるが作者は不明である。中世スペイン語の音韻体系は現在のものと比べてずっと他のロマンス諸語の音韻体系と近かった。間違いなく再建できる古い体系は変化のなかったおよそ10世紀から14世紀の間保たれていたと考えられる。この体系では音韻的に区別される無性。 有声の3ペアの視察音があったと考えられる。中世スペイン語には、現代のスペイン語では、J もしくは E、I の前での G で記される無性難航外摩擦音 X や強、Z や E、I の前での C で記される無性場摩擦音シータは存在しなかった。V は常に有声摩擦音として発音された。ただし、 正確な発音が良心音だったのか、心子音だったのかは、確実にはわかっていない。当時のスペイン語の不一致の一つとして F と書いてある。場合実際に F の音を表すだけでなく、英語の H のような気温を表す場合もあり、後にこの気温は無音となったが表記上は、語源的な H として表されている。例えばフェイサー、フェイブラー、イスパのアメリカやスペインの場所によっては、 今でも、この H を発音するため、0を G 色のように発音する。中世スペイン語のいくつかの時期の特徴的な現象として、いわゆる語尾消失があるを参照。上で述べたことを表にすると、以下のようになる。中世のスペイン語では、優勢摩擦音はすべて揃っていたが、現代のスペイン語では、β、b、f、もしくは、フェーズ、z、s、x。 また多くの摩擦音が次のような変化によってなくなっている。DZTS。この最後の音素は、現代の北部カスティーリャ方言では、シータとして、他のスペイン語では、S として発音される。16世紀の終わりから17世紀中頃には、音韻は摩擦音から優勢性が消えたことと、浜音の最終性によって、次のように変わった。 中世スペイン語から現代スペイン語への変化において、類推による変化と規則化が多く起こった。特にそれは、動詞の変化において顕著であった。例えば中世スペイン語では天下子ではブという形が、保たれ形式がしばしば用いられたがそれ以外では、幹部や同様にトルージェでは消えている。上の二つは、一般的な現代スペイン語で規則化された天下子の形の例であり、 下の二つは、俗語や子供のスペイン語での傾向の例であるが、一般的には、受け入れられない形である。また、以下の文に現れるようなティエンポスミやユボースのような、単数形の s が省かれている。ケティエンポス、ケーポカ、マス、ユボ a m a イ ubos mi es feizarro, esto y o b r i g 中性スペイン語では、移動や状態の変化を表す。 自動詞の複合過去には助動詞セールが用いられていた。ラスマギアーズ・サン・リガーデス・エー・キャスティーラ、ラスム・ヘレス・ハン、イエガド、エー・カスティーリア。一方、所属や所有には、アバーを用いていた、ペドロ・ドス・フィッチス・ヘクタール、ペドロ・ティエネ・ドス・イーハース、複合過去では、過去文書は常に直接目的語の性、数に一致していた。例えば、マリア・ヘクタール・コント・ダス・ドス・カン・シオネス。 マリア・ヘクタール・コントとドスカン・シオネスの特徴はすでに現代スペイン語では見られないが、フランス語やイタリア語のような他のロマンス諸語では、保たれている。以下はフランス語の例。訳は、にそれぞれ対応。レファムズ・ソン・アラビス・アカスティール、ラスム・ヘレス・ハン、イエガド、エイカスティールや、ピーター、エイド・フィーユ、ペドロ・ティエネ・ドス・イーハース、無強制の認証代名詞は肯定命令、不定詞。 現在分子以外の場合、つまり、動詞がどんな形であっても、動詞の後につくことができた、さらに名詞の後も含んでいる。一般に無強制の代名詞は、主説では、前の語につき、従属説では、前置された。例えば、東のスポラスーカーサ、ラマナル、バベイサール、イコールラマノル、バエーベイサール。文の中の語順に関しては、現代のスペイン語よりも、いくらか自由であり、 しばしば動詞が最後に来る。クーヤエスラコーザ、ジェニティボカーズオーエース。スペイン語の語彙は歴史の中で絶え間なく移り変わっている。少しずつ古風になったり捨てられた単語があり、後に新しい語にとって変わられたり、単に意味が変わっただけのものもある。さらに、テクノロジーの発展により、ある言語から新しい単語を取り入れる場合もある。中世スペイン語には今日では、 廃れた単語があり、それらは辞書に頼らなければ理解ができない。例えば、クラス、ワン、ソなど。中世スペイン語で面白いことの一つは、ラテン語の教養語にあるシーンのまとまりである、CT マイナスやマイナス PT を持っている単語が、簡略化されていることである。しかし後に、教養型が再び取り入れられた。例えば、コセプテアセターアーシプター、キャプテアカターキャプター、 リスペクタスレスペートレスペート及びデイスペクト以下はラテン語と対応する中世スペイン語と現代スペイン語の例である。ラルフ・ペニー 1993P118 ありがとうございます。